いろんなドキドキワクワクを今日一日感じてほしいなっていうのと、いろんな人とつながってほしいなって。やっぱり自分が手で泥をやってる時みたいに楽しまないと子供も楽しめないので、それは一番心がけてることで、日々子供の笑顔も違うので。未満児の子たちが坂を登っていたりだとか、木をそれこそこう揺らしたりとか、自由に遊んでいるところが本当にいいなって。ガー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 、あ、どこ行った、どこ行った、あ、いたいた、見て見て、なんかわ、何やってた、もっと、これが見たいとか、これがやりたいっていう言葉がいっぱい聞けるなって思うのと、伸び伸びとしてる感じが私は素敵だなって。私がやりたいなって思ったことをやってたら自然と一緒にやってくれたっていう感じで。全然全くつながらないように見えても、一つ一つで日常生活にあるものとかに、これはこういう風でだんだん水止めてダムになっていくんだよとか、そういう風につながってるのは思いますね。分かったよ、ありがとう。やっぱ自分がこうやって楽しいっていう、自然と近くなることでもっと自然を大切にしようっていう風に思っていく子も増えていくと思うんで、人と人との関わりとか温かさをこの自然の中で伝えていけたら、あったかい社会になるんじゃないかっていう、そういう思いはちょっと自分の中であって、あ、体を思いっきり使って泥んこに触れたりとか、自分もドロドロになって遊んだりっていうのが今まであまりなかったので、子どもたちがすごく楽しそうで、新しい子どもたちの姿が見れたのがすごく嬉しかったなっていうのを感じました。